everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。6月29日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。王子ね、今日ね、朝からね、一汗かきましたね。一日中ね、 T シャツがね、王子コロンにね、まみれちゃってね、皆さん多分ね、いい匂いがしたんじゃないかなと思います。滑り王子マスクマンでございます。はい、最近のこの番組のリスナーさんに、味噌煮込みスキーさんってあの真ん中にいる人って言われてものすごくびっくりした味噌煮込みスキーと、実はですね、私あの先週の火曜日にコロナワクチン1回目打ったって言ってましたけど、あれからですね、歯茎が腫れてしまいまして、いやいや、だいぶ今日になって落ち着いたダンサーズでございます。え、悪いことしたんじゃないの？はいはい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは、はティーチーチーベンチャー。今週のテーマは、はです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーですけれども、今週はメールをたくさんお届けしますのでお休みです。この番組は沖縄の紅芋丸焼き、誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート、東海共和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介したいと思います。はい、はい、お願いします。ですね、これ先週のですね、悩みでもたくさんまだ来てましたので、はい、お読みしたいと思います。はい、こちらはですね、シュープリームさんからですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、テーマ悩み、一時期嫁の噛み癖がすごくて TPO に関係なく噛みつくし、部位も遠慮なく顔からお尻まで気が向くまま噛むので、ひどい時は顔に歯型をつけて仕事に行くことがありました。あれは一体何だったんですか？あの結構あのハードな奥様でございますね。で、王子もちょっとね、あの激しい、うん、あのいろんな方にちょっとやっていただきたいような、そういうあの絶対何かのプレイだと。写真も、ね、そう、写真が、これお見せしていいんですか、この写真は。まあ、NG じゃないですか。でもいい感じにね、あの、はい、でもね、これね、あの、はい、噛みつくっていうのは、あの、愛情表現っていうことがありますので。なるほど、うん。あの、本当にね、そういうことありますので、どんどんね、皆様、あの、王子噛んでほしいな、女性限定ね。なんであなたか。なんであなたなの？スピーブさんの話。そうだよ。なんであなたの話になる。たまにいろいろこうね、転換させること多いから。はい、ありがとうございました。はい、いや、1つ目からいきなりハードでしたね。はい、はい、では読みますね。はい、先週の悩みからです。フルムーン新一です。ありがとうございます。三方さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。
まあ人並みにいろいろ悩みは持っていると思いますが、ある意味適当にやり過ごしています。時には嬉しい悩みもあって、車を全塗装した時はシミュレーションしながらどのカラーリングにしようか悩んでました。皆さんの嬉しい悩みは何でしょうか、ということです。すごいんですよ、ちゃんとこの、うん、なんですよ、ジムニーの見えるかな、追加してあのいろいろこうね、カラーを変え、デザインも変えて、こんな感じのイメージかなみたいな感じで、うん、かっこいいですよね。かっこいいですね。いいですね。ジムニーはこういう楽しみがありますよね。いいですね、ジムニー楽しいです ね、 ね、はい、ありがとうございます。ね、王子もね、あの嬉しい悩みいっぱいになりたいな、早くコロナが明けてほしいな。あ、ね、コロナが明けないと嬉しい悩み増えない？はい、そうでございます。あの出動できませんから。お邪魔に。結局そこなんだね。はい、続いてですね、はい、こちらもですね、悩みでいただいております。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。泉さんの特急サザンです。はい、ありがとうございます。悩みは、会社を定年退職した後のことで悩んでいます。このまま地元で過ごすか、うん、沖縄に移住するかで悩んでいます。あら、両親は沖縄に移住することに賛成してくれていますが、うん、両親の面倒を見る人が近くにいないので僕が見ないとダメかなと悩んでいます。もし移住するんだったら両親も一緒に沖縄で生活できればいいかなと思っています。もう少し悩んで結論を出したいと思っています。じゃあまたやということでございます。はい、ありがとうございます。そうですね、沖縄にも親戚の方がいらっしゃるって言ったのでね、うん、なんかある意味ちょっと楽しみな悩みではありますよね、うん、ね、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ではもう一ついきますね、はい、読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。悩んでます。幸せの象徴と思って約10年前に購入したマイホーム、賃貸住宅の場合でも支払う家賃、同じ住居に支払うなら財産となる一軒家に対して支払った方がいいと思い、住宅ローンを毎月払っております。しかし金持ち父さん貧乏父さんという書籍に出会いました。その書籍にはマイホームは財産ではなく負債であると記されていました。毎月支払う住宅ローンは私の毎月の給与の大半を占めます。そして定年を迎える頃にその支払いも続く予定です。あ、定年を迎える頃にもその支払いは続く予定です。繰り越し返済もできるだけ行うようにしていますが、その後の生活費のことも考えると蓄えも行わなければなりません。先を見越したお金のやりくりが必要です。そう考えるとマイホームの支払いのために毎月アクセス働いてるな、これって確かに負債だよなと思うようになってきました、ということです。うん、うん、でもね、あのよく言われるのはね、あの家賃払う分を、ね、マイホームを購入して、うん、あの同じような金額をね払ったらどうですかっていうことよく多いんですけども、うん、まあ、なかなかこれはね、ね、よくよく考えてみるとね、どうなのかなということが、ね、あるようですね、今の ね、 メールね、難しいですよね、またほら塗り替えたりとかしなくちゃいけないですしね、まあ、またねメンテナンスがありますもん ね、 ね、賃貸ですよね、あの固定資産税払わなくて、うん、ああそうかそうか、ね、いろいろそういう悩みもありますよね、はい、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。AA365 です。はい、ありがとうございます。悩みが何だろうと悩んでみました。あら、あら、まあ、でもいいですね、うん、悩まないと悩みが出てこないんですよ、うん、はい、強いて言えば悩みはオークションでポチョッとやってしまうことです、はい、あ、クリックしちゃうんですね、買っちゃうんですね、買っちゃうんだな。今必要なもの、うん、今使うものに、心を決めましたがブレーキがかかりません。おかげでオークション貧乏です。どうすればよいのでしょうか。皆さん緊急事態宣言が解除にはなりましたが、くれぐれもご自愛くださいということでございます。はい、ありがとうございます。あのね、オークションって結構突っ込んでっちゃうもんね、なんていうのかな、相手がいるじゃないですか、はい、でやっぱりね、そうかそうか、うん、金額がこう競争みたいになって、そうそうそう、でゲームでさ、うん、クレーンゲームあるじゃないですか、はい、でこう取れないとどん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 お金つぎ込んじゃうみたいな、そう、どこで諦めるか、そうそうそう、いやもうちょっとしたら取れるんじゃないかとか思ってね、そうなんですよ、なんか そう、うん、そういう感じですよね、この競争心が出てきちゃうとね、うん、頑張っちゃおうかなっていうところでね、ポチポチやっちゃうんだよね。なるほど。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ今週のテーマの
歯でいきますか。はい、もう一つあります。もう一つありますね。はい、お願いします。銭形警部からですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先週金曜日の花店のメッセージ通りの内容になりますが、最近の私の悩みはいい意味で悩んでいます。以前の番組グーミーではオビスの丘のペア入園チケットだけでなく、ちょっと待って、待って、あ、ごめん、あ、ビオスですね。オフィスって言いましたね。オフィスって何？口が回らない。口が回らないからね。とうとうカタカナも読めんくなったか。うん、ビオスの丘の、ペア入園チケットだけでなく、ステーキハウス、これはいいんでないかいと、はい、居酒屋のお食事券、ナンクルラジオ、うんうん、プレゼント当選に加え、最近の約1ヶ月間の間に3つの番組、チルドキ、センチメンタル歌謡曲、で、うん、スターシアターズのすごい当たってますね、ペア映画チケットが当選したまでは良いのですが、素敵な女性と一緒に行きたいと思い探しているんですけど見つからずの状態なので、はい、じーっと悩んでいます。あ、じーっとじゃない、デイジ悩んでいます。あとは、プレゼント当選した流れで、ロト6などの宝くじを購入しているのですが、いまだ、満タン以上の当選はしてないので、とほほということでございますね。うん、意外と欲がないと当たるんですよね、きっとね。でもあのね、警部の場合はね、この当選した後のことが大事みたいね。ゼリガンさんですね、うんうんうん、全部他局全部他局で、あ、 FM 技能は一つもかすってない、うん、っていうかそもそも FM 技能なんてプレゼントあんましなくない、はい、そんなこと言うな。うちもだって何回やりました、プレゼント企画2回ぐらいやったかな、うん、あ、ステッカーもあったか。何言ってんですか、はい、クルーズ船もあったじゃないですか。あ、素晴らしい。そうだったわ、素晴らしいですね。うちも結構やってますね。ありますよ。はい、ありがとうございます。では歯のテーマでいきますよ。はい、はい、はい、沖縄はもうすぐ梅雨明けするのでしょうか。ラジオネーム名越マナーさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今夜のテーマの3番ですが、3番3番ってなんだろう。あ、多分あれじゃないですか、ダンサーズが書いたなんか、多分あ、例題じゃないけど、例文ですね、はい、多分、はい。だいぶ前、昔にホワイトニングしたことありますが、あまりの染みる痛さに途中で挫折しました。ああ、はい、ホワイトニング染みるのかな。そして、私はどうやら口が小さいみたいで、パカッと何かをはめてホワイトニングするんですが、その器具をはめることが痛くて挫折しました。そっか、お口が、うんうん、開けるのが辛い。ってことですね。年齢がいくと歯槽膿漏や歯周病などが心配ですよね。前に気をつけないと怪しいかなと思い、歯を磨くより歯茎をマッサージを丁寧にしていたら、1年後に歯医者さんが私の健康になった、健康食になった歯茎を見て感動していましたよ。皆様も歯を磨くときは歯茎のマッサージをやってくださいね。それでは最後まで頑張ってくださいね、ということです。ありがとうございます。そうですね、歯茎も大事よね。大事ですからね。だからね、やっぱりその歯の健康って多分歯茎なんですよね。うん、そうですね。やっぱり支える土台がね。はい。うん、だからずっとこうあれですね。うん、なんていうの、きちんとこう歯磨きをしていたということですよね。うん。うん、あれ結構ね、めんどくさく、ひょっぱらうとね、しなくなる場合があるんだよね。はい、歯磨きはちゃんとしましょうね。はい。はい。はい、では、続いてですね。お願いします。はい、初めての方でございます。はい。シナバモロトモさんです。はい。ありがとうございます。MC の方々、はじめまして。歯で思い出すのは、生まれて初めて豚足を食べたとき、どこが食べれて、どこが食べれないのか分からず、思いっきり歯を立てて食べたところ、漏れなく前歯が吹っ飛んでいきました。そうなんですか。激しく。うん、でもパンチが効いてなくてごめんなさいって。ありすぎ。ありすぎてびっくりしちゃいました。もしかしたらあれ、豚足のパンチ食らったんじゃないかな。素晴らしいよね、本当に。すごいなぁ、うん。軟骨の硬いところがありますからね、豚足もね。うん、
そこ思いっきり言っちゃったんだろうね。もう、その骨ごと噛んじゃったんでしょうね。そう。ね、骨もね、もろともせずに言ってほしかったんですけど ね。あれ今、ラジオネームかけた？ん？今、かけたよね。あ、自分で気づいた。今さ、今、滑らかだなと思った。今さ、王子上手だなと思ったのに。滑らかかなと思った。あのね、そこら辺が王子の天性のね、喋りですね。地獄を見るわよ。ありがとうございました。もうこれだからきっと滑ってる自覚ないんだろうな。はい、ということですね。はい。はい、では、一旦 CM です。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。ベニーも大好き。詳しくはまこともち店で検索。はい、じゃあ引き続きメールのコーナーです。はい、はい、お願いします。はい、はい、葛飾の あれ、ね、なんだ葛飾のさんですか。はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さて、テーマは、はい、大学生の頃に熾烈矯正をしました。はい、就職活動の前までにやろうと思ったのですが、器具をつけている時が何とも大変でした。まず話しづらい、舌がもつれてただでさえ良くない滑舌がさらにひどくなりました。塾の講師をやっていたので生徒も大変だったと思います。あとは器具に食べ物が詰まりやすく、歯磨きをこまめにやってしのぎました。さらに器具をつけてたの頃はこれに痛いが加わりました。そんなこんなで少しは歯並びが良くなりました。やってよかったと思います。最近は親知らずが気になっているところですが、これはどうしたものか悩んでいます。これからは以上です。あ、こちらからは以上です。失礼いたしました。親知らずもね、はい、悩みますよね。痛いしね、うん、私親知らず4本生えて4本抜きました、うん。あ、全部抜いたの？全部抜きました。スペアなしです。スペア、はい、スペアなの、あれは。はい、スペアなしです、ね。カープボーイさんからね、ツイキャスできてます。はい、さっき、虫歯画像っていう話、
ダンサーズさんがしてたから、僕は今は電動歯ブラシを使うようになってから、はい、電動歯ブラシを使うようになってからは歯医者に行ってないから今のところ順調かなということですよね。うん、で、あとひろっちさんは、自分は寝ている時に歯ぎしりをしてしまうようで、はい、歯が削れてしまい歯の神経が見えています、うん、痛そうだ。歯医者さんからは歯茎に異常が出るからマウスピースを作りましょうと言われ、うん、作ってもらっていますということで、あ、同じく言われてます、ね、あ、ね、歯ぎしりのこと言われてます。うん、はいはい、ツイキャスね、実は全然紹介しきれてないんですけれども、はい、シュプリームさん、ダンサースタジオの皆さん、オージファンの皆さん、こんばんは。小池ゆり子です。小池が、あの、濃い毛になってるけど。ああ、うわ、濃い毛なのね。脱毛しないと。葛飾のちんさん、あとは、ありがとうございます。リアルちんさんの。シナバもろともさん、鶴ヶ、ちょっとちんじゃないでしょ。はい。ちょっと、無駄にそれ使わないで。はい。はい。鶴ヶ島のカーズ兄さん、ご無沙汰してます。ということで。はい。はい、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。実はね、スタジオに、はい、ね、あの、ゲストでもう出ていただいたこともありまして。はい。はい。はい、あとは埼玉の郷さん、R&K のパパさん、泉佐渡の特急サザンさん、ナティナチコさん、来ちゃいましたということで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どんどん来て来て。なんか王子が言うとさ、ね、なんかな、なんか違う、なんか引っかかるね。引っかかるんだよね。こう素直にね、うんって言えない何かがあるね。言ってもらえてよかったという気分に全くならないで、ね、ね、あら、そう。あと、おがちからもちさんですね。はい、はい、ありがとうございます。ミネチさんも、長野目さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。あと、浦添のしんちゃんさん、うちなーからハイサイ、チャービラサイということです。はい。チムニシークワーさん、はい、チムニシークワーサーさん、こんばんは、久しぶりに聞いてます。ということで、ありがとうございます。どんどん聞いてね。なんか、王子が言うと素直にうんって言えないのは何だろうな。そうかな。とても、なんか嫌だね。あ、そうそうね。ナッティナチコさんがね、みそにさんに謝りに来ちゃいましたっていうことで、実はですね、その、はい、真ん中にいる人が、はい、みそにこみすきさんって言ったの、ナチコさん。あの、王子でございますけど。あの、はい、こんな風貌であれ、みそにこみすきっていう感じで。もうちょっとイメージ違うよ ね。もうあえてコメントはしません。あら、お引き取りください。はい。はい。ということで、メールに戻ります。はい。はい。じゃあ、お願いします。はい。はい。続いてですね。はい。敗退名古屋チームの皆さん、こんばんは。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 歯ブラシは柔らかめ。アレックスです。ありがとうございます。コロナ禍になる前は、よく歯医者に行っていましたが、この2年で1回しか行ってないんです。年を取ると、口のトラブルって結構出てきて、金がかかりますよね。ちゃんと歯磨きやフロスしても、歯周炎になることもあるなんて、ほんと、いやー。アレックスさん、ちゃんと、リバーブ入れましたんで。あの、そこ指示があったの？今指示された。今指示された。なるほど。はい、あの、あうんの呼吸でいけるでしょ。うん、さすがね。はい、はい、ということで、では一回ジングルいきます。ごめんなさい、はい、はい、キユナトヤ。はい、ではメール紹介します。はい、お願いします。フルムンシーチさんからです。ありがとうございます。テーマ歯、自分の歯の話ではなく変化球で失礼します。我が家には歯をむき出しにしている置物がいくつかありますが、その中でお気に入りはインドネシアの仮面、多分お土産品です。見えますかね、ツイキャスの方。ちょっと見えるかな、すごい。はい、
一見こわもてですが意外と愛嬌があって気に入っています。皆さんは歯をむき出しのお着物でお気に入りはありますか？あ、もうそれはもうまさにシーサーですね。え、あ、俺なんか全然違うこと思い出した。なんで？いや置物じゃないんだけど、うん、生物なんだけどね、うん、サッピーまたさ伝わりにくかったな、うんうん、今日聞いてるかな。あの人も特殊ありますね。まあ、私はあれって言ってるんですけど。あのね、やっぱり一番最初にね、こう浮かんじゃいますよ、ね、生物っていうからさ、うん、何かさ肉とか魚とかそういうものかと思って、置物とこうね、あの人ですからね、サピ置物じゃない、はい、しかも生物でもないからね、まあ、生物かもしれないけどねよく言っときますね。もう、 そうだね、月曜日にはい、FM と呼びにつけます。はい、そうですね、また出来になっちゃう。はい。はい、続いてですね。はい、お願いします。マスクがチャーミングな王子、こんばんは。え、マスク、チャーミング？あら、ほんと、褒められた。いいですね。そして王子を支えている、大変な思いをされているであろう、ダンサーズさん、ミソニクミスさん、こんばんは。え、大変は大変ですか？もう内部慣れたよ。本当？はい。埼玉の GO です !GO です!JAPAN! はい、それ言いたいだけだよね。私、学生の頃から虫歯がなく、35年間虫歯で歯医者に行ったことがありません。20代の頃に歯についたステインを取りに行ったぐらいです。が、ここ最近、ご飯を食べてる時に左側の奥歯が痛いんです。近々初体験を経験しようと思っています。経験済みの方々、ご指導よろしくお願いいたしますということでございますけども、まだ虫歯確定ではないですよね。多分そうだと思います。ね、虫歯だと思っても、このそれこそ何歯茎の方に炎症があったりとかね、うん、という場合もありますので。でも歯医者はとりあえず行った方が良さそうですね、うん、そうだね、歯体験は大事だよ。歯医者はもう、うん、通ってますから今私。まあね、年々行く回数が増えるよね。いや、ちょっとコロナ禍でしばらくサボってたんですよね、うん、そしたら虫歯になっちゃった。え、そうなの？はい、治療中です。美味しいもの食べ過ぎです。はい、ということで、はい、エンディングですか？もうエンディングですね。早いですね。じゃあまた来週紹介しますね、メールは。はい、来週のテーマはショッピング。来週のテーマはショッピング、買い物です。この番組は沖縄の紅芋丸焼き、まこと餅店、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。ということで、はい、はい、ではまた来週。来週はショッピング。今日は変な終わり方しちゃいましたけどね。ごめん、違う違う。今さ、ツイキャスで、はい、チョッピンって書いてあったから、うん、はい、私の滑舌悪いと思って、テーマ言い直そうと思ったから、閉店ガラガラのこと忘れちゃった。ごめんね。大丈夫でございますよ。はい、今週もお聞きくださいました。ありがとうございました。すいません、ちょっとメールがまだ読めなかった。うん、うん、また、来週に読みます、うん、ということです。まあ、はい、あ、坂健さんも、ツイキャスありがとうございます。ありがとうございます。サッピーさんの話題で出てきてくれました。はい、ありがとうございました。また来週です。また来週聞いてね。